はい、ではちょっと M1、今何時ぐらいかな、ちょっとわかんないんですけどね。はい、まあ、とりあえず、M1 をちょっと起動します。なんかその M1 でね、ノーマルフライトっていうか、まあ、ノーマルモードでね、スロットル上げたりすると、テールが2周回るっていうのがあったんで、それをねちょっと、確認飛行ん、ちょっとわかんないな、あ、そうか、これバインド1回、違うのでしたから、あれか、危ない危ない、どれだっけ、あ、バインドボタン押せばいいか、長押し、今ね、いいかな、あ、いったね。はい、じゃあちょっと、一回、再起動します。この前ね、違うプロペでねバインドしたんでね、それがね、この三軸のね、キャリブ、が今終わらなかったんで、ちょっと違和感を感じたんでね、よかったよかった。まあバインドが、できてなかったら飛ばないんでね、わかるんですけどね。はい、じゃあちょっとその実証っていうか実験ですね。一応まあ、送信機のプロポもね録画しておきます。はい、じゃあこれでいいかな。はい、どうだろう、 M2 でね、今さっき煽った時回らなかったんでね、もしかするとスロットルが回転がね低くなってるのかもしれないですね。ちょっと待ってね、頭の録画してますね。はい、いきます。オーバーリングからのフルスロットルにグッと、周りはしないですね。なんだろう、もう一回いきます。グッと、大丈夫ですね。なんだろうな、回転が低いのかな。ちなみにちょっとモーターカットして、ピッチカーブ、ピッチカーブは真ん中でね、今プラス30ですね。まあ、フルスロットルです、100使ってますけど、あとはね、スロットルカーブ、こちらは、プラス30ですね。はい、ちょっと、モニター見せます。はい、ちょっとズームした方がいいかな。こちらが、ノーマルのね、スロットルカーブになります。で、戻って、ピッチカーブ。これですね。プラス30。はい。この状態で、今、全くね、回らなかったんでね。まあ、ジャイロはね、これ、まあ、死んでるんでね、数字変えても多分変わらないと思います。6軸をね、別のところ、どこにしたっけな、どこにしたっけな、あ、別にいじってないんだ。本当はそのサーボリバースじゃなくて、エンドポイントの、5番で、まあ、するんですけどね、この、6軸と3軸をね、自分はそういうふうにしてるんですけどね、ファンクションで。ファンクションの5番を、まあ、予備の位置にして SA にスイッチ A にしてね、してるんで、ジャイロからは、切り離してます、なのでジャイロどこ行った、このジャイロのね、これでアイドラップ1 2にしてもね、ここ全くオフのままになってますね。この今全部切った後、はい、じゃあまたコントローラー、危ない、コントローラーの
します。はい。あとね、これ今、何回か飛ばしたんですけどね、まだこれね、確実のね、調整、なってません。なので、ちょっとね、微妙にね、飛ばしにくい部分があって、フリップしたとき、フリップレートはちょっとね、遅い感じがするんで、まあ、後ほどね、またいつか、調整にしたいと思います。アイドアップ、2にしようか。2がね、ちょっとね、マイルドっていうか、まあ、まったり系にしたんですけどね。こんな感じで。そして、うねうねがね。こんな感じでなってるんだけど、多分ね、モニターだと見にくいと思う。元がちっちゃいんだよね。まあ、落ちないようにはなったんで、まあ、多分だいぶ慣れたと思います。ただね、定点でね、できないんでね。一応見えるスピードですね。自分の見える回転スピードになってますんでね。一応、まあ、これでまったり 3D。あ、エルロン遅いな。ちょっと K110 の間隔で飛ばすと、エルロンがこれ遅いですね。まったりですね。遠くに、ぎゅっと、戻しすぎ。左。まあ、これも結構練習できるか。練習できるけどね、落とした場合、最悪だ。ですね。で、今、アイドラップ2なんでね、飛行時間も微妙にね、少なくなる。こう、連続、フリップ。まあ、これも北を見ながらね、ピッチ抜きですね。マイナスとプラス、気をつけて、はい。アイドアップ3のタイマー2個目になったと思うんで、戻します。いいかな？ 2 個の足りないかし。はい。じゃあ一旦下ろします。はい。おっと、ちょっと荒い、下ろし方ですね。で、本当ならここで、終わるんですけど、なんかね、動画長い方がね、喜ぶ方も、いたんで、まあ、編集はちょっと、文字は少なめにしようかなと。ということでね、2個目連続していきます。まあ、これはね、ちょっと教習っていうか、まあ、課題のあれじゃなくてね、まあ、ちょっと、あれだ、ピレットするっていう例があったんでね、ちょっとそれのね、確認ですね。はい。はい。あとなんだっけ。さっきちょっとね、仲間と話してたんですけどね。M1 で何かが、なんだろう。なんか、何のことかな。なんかあった気がしたんですけど、なんだろう。ラダーが回る以外に何かあったような気がしたんですけど、相変わらずのね、物忘れの激しさで、覚えてません。はい。あ、そっか、これループだ。ループをね、思い出しました、ループができるかっていう、まあですね。じゃあちょっと行きますか。アイドラップ1、ちょっと一回、見ますか。はい。じゃあこちら、今モーターカット入れてます。で、アイドラップ1のピッチカーブ、これノーマルですね。で、1、ほとんどね、センターは、ほぼ5しか変わってません。ちょっと上げですね。で、下はね、もうこれ同じですね。上と下は同じで、下は多分マイナス6ぐらいかな。上は多分どうだろう、12あるんかな。で、スロットルカーブ。
これノーマルですね。で1 はい、こんな感じでね、センターでねちょっと30からの60で、まあ、こんな形になってます。まあ、ガバナだとねこんな形にはならなくても、一本線なんですけどね。はい、じゃあこれで、ループを、M1、何回かしてるとは思うんですけど、もうちょっとね、だいぶ前にしてると思うんで、はい、じゃあコントロールで戻します。でちょっとね今日は、曇ってる状態だ、まあ見にくいっちゃ見にくいけど、うん、どうだろう。はい、じゃあモーターカット解除しての、今若干ね右からの風になってるんでね。じゃあ一回右から行くか、アイドラップ1スーッと、あーちっちゃい。はい、まずパス、早いね。はい、次行きます。あとはピッチをね入れたり抜いたりするだけなんですけど、あっとスピードが速くてちょっとハンチングしたな。これハンチングね、ハンチング初めてしたんね。うん、なんでだろう。ハンチングはね、あのメカで調整しないといけないんでね、こっちのプロポでじゃちょっとできないんで、まあ、このパワーならね、あまし加速もねしなくてもね、このぐらいのスピードでもこうできるんで、ぐっと。ただあのやっぱし下るとき、加速になるんでね。はい、一応、ループはできました。でこの前ねロールしたときにね、なんだろう、軸、うん、ゼロピッチがずれてるのか、なんか変に、大きなバレルロール、になりました。うん、今も難しいだろうな、これでロールはな、もう今タイマー鳴り出したな。あ、1個目かいけるかな。1、2、水平、あ、マイナスちょっと強すぎたな今。ちょっと背面で持ち上がりました。どうしてもね、なんかやっぱ信用性がね、ちょっと自分がまだ機体を信用してないんでね。うん、一応できなくはないです。はい、じゃあそろそろ、電池はねあれなんで、うん、でやっぱしね、今ピンク、うん、ピンクなんですけど、うん、やっぱしね幸せとしてはね、やっぱし黄色がいいかなと、そんな感じですね。まあキャノピーはね買えばいいんですけどね。これのねなんかフルボディあったらいいなと思いながら、ある意味その 3D プリンターでね作ったらいいんじゃないかなと思ったりもねするんですよ。ただその作るためのプリンターがねないんでね、はい、どうしようもないです。多分作ったら売れるんじゃないかな、そんな気がします。まあ、作るのもね、CAD、かなり勉強しないとね、大変だと思いますけどね。はい、では、2本、続けて飛ばしたんで、どうだろう、14分、うん、まあまあですかね。はい、以上になります。